こんにちは、フォレスタネットです。本日はこちらのコンテンツをご紹介します。学校の先生方で力を合わせて進めていく行事、子どもたちの成長につながる大切な機会ですが、担当になった先生にとっては職員会議での提案や共有用の資料作成、実施案などなど準備するものも多く負担になることも、しかも次年度に向けた引き継ぎ資料の作成も必要です。こちらの投稿を寄せてくださった先生も、常に資料作成時間を短縮するにはどうすればよいかを考え工夫を重ねていたそうです。今回は先生が取り組んでいる会議資料作成術をお届けします。投稿者の先生が取り組んでいる会議資料作成の時短に向けたポイントは2つ。1つ目は直後にすること。職員会議や部会での相談後、現在の資料への修正が発生するタイミングが都度ありますよね。投稿者の先生は修正が発生した直後に反映させるよう心がけているそうです。忙しいからこそ起きやすい、後でやろうと思っていたけど忘れていた、直し忘れていたから他の資料も直さなきゃという事態を防ぐことができます。もう一つのポイントが、終了後に来年度分の提案資料も作ること。一見すると逆に手間がかかりそうなこの取り組みですが、年間を通して考えると大幅な時短になるそうです。行事終了後の反省を反映させ、修正すべきところは修正、大幅な修正がないところはそのままとすることで、記憶も鮮明なうちに引き継ぎ資料の作成をささっと作ることができます。問題点がなければ10分程度で終わりますし、このひと手間をしておけば特に忙しい年度末に余裕が生まれますね。逆に時間が経ってから取り組むと、修正事項が何だったか改めて記録を探して確認しなくてはならないといった手間がかかってしまうからこそ、来年度分の資料もすぐに作成することがおすすめだそうです。手順を整理するとこのようになります。今年度の行事や資料作成からぜひ参考にされてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したコンテンツの URL は概要欄に掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回のフォレスタネットでお会いしましょう。